分かつ極光、未来を守るために。どうもテラッチです。プリンセスゆいちゃんガチャ行きたいと思います。プリンセスゆい、ゆいちゃんの最終形態、最強クラスの魔法アタッカー。ではね、サクサクとサクサクね。で、今回ダウンロード版になってるんでね、この新キャラが入るとこのダウンロードが入るんでね、熱いポイントはダウンロードですから。ダウンロード、自分が持ってないキャラが当たるとダウンロード中が入る。ああ、星3ですけどね、ダウンロード入ってないんで、これね、かぶりですね。まあ、外れ。かぶずれです。まあね、50連ぐらいで出てくれたらもう、ラッキーって感じですね。最低でも100連ぐらいかな。それ超えると困る。ほんと困るんだけど。最初のチャンスは40連目にやってきた。来た、来た。これがダウンロード。金ピカ、金ピカ、金ピカが来ました。金ピカが。すり抜けは勘弁してください。リス。うわ、絶対これ違うわ。すり抜けましたね。本気出した私はちょっとすごいよ。熱かったけどな、すり抜けた。せっかくのダウンロードもまさかのすり抜けで、ジ・エンド。ここからが悪夢の始まりだった。その後は当たりはするものの、かぶりの連続のテラッチ。ダウンロードが来ないで、その数なんと160連敗。イライラが募る中、200連目にチャンスが訪れる。来た、来た、久々のダウンロード来ました。これは来てくれないと困るよ、本当に。もう後がないから。牧場はもうこれ違うわ。うわー、参ったな。プリコネえぐいわ。ほんとプリコネってえぐいです。またもすり抜け。この悪夢いつまで続くのか。200連を超えてやけになってきたテラッチ。無言でひたすら回し続けた。そしてついにその時を迎える。ついに来ました、天井ですけどね。もう天井だけど、ほんと天井があってよかった、このゲーム。ああ、もう地獄を見たな。300連、なんかね、初めてですよ、300連は。ああ、ゆいちゃん、高くついたなぁ、ほんとに。高い女やなぁ、ゆいちゃんって。ほんと、ゆいちゃんは高い女だよ。相当貢いじゃったな、これは。300連回すやついんのかなぁと思ったけど、回しちゃったね。いっちゃいました、300連。これは本当に、本当に辛いですね、300連は。完全なる敗北である。